このゲーム条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。このゲームの舞台はインテルのホーム、ジュゼッペメアッツァ。勝利を信じたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間はインテル対 AS ローマ、こちらをご覧いただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。ここから打った、これは素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。インテルとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。あ、頭だ、おー、このヘッド抜くありませんでした。さあディバラ抜けてくる、シュートー、いやー、きたー、先制ローマ。インテル相手に先にゴールを決めました。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。さあローマ貴重な先制点を奪いました。アウェーで先制しましたけど、ホーム側のお客さんのパワーすごいですからね、はい、集中していってほしいですよね。デュンフリース、彼のオーバーラップは大きな武器になります。さあ一気にカウンター、エイブラハム、ゴセンス、ゴセンスから左サイド、ここでマッチアップ、ディバラが受ける、マティッチ、ここはカットします。バレッラからデウロフェウ、ここはドリブルで上がる、おっとこぼれ球、デウロフェウへのボール、ポグバ。ローマはロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏のジェコ、これはクリア、いやよくこれ守りましたよね、まあ、いる位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。ここは下げます、これはつながりません。ロレンツォ・ペレグリーニ、いいボールですね。うわ展開早くなってきましたね。ここは通しません、ここは奪います。イブラハム、おこれいいですよ、ボール上がる、ちょっと浅いか、これは合いません。スルーパスを出す、シュート、これは気迫の守備、足が前に出てますよね。インテル、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティ、シュート、レニア、いやいい反応でしたね北澤さん。いや見せてくれましたよね、この重要な試合で大きなセーブになりましたよね。見事なプレーでチームを救いました。打った、浮いてしまった、ギリギリ枠に行かなかったんですけども見事なシュートでしたよね。枠に行ってればゴールだったかもしれませんけどもね。ポグバ、さあもう30分になろうとしています。カットに行きます。さあボールはジェコへ、非常にプレス早いですね。ポグバ、もう一度組み立てます。ゴセンス、ここは読んでいました。柔らかいボール、インテルカウンターを仕掛けます。ボールを離しません、クロスが上がる、ボールはクリア。インテルは2本目のコーナー、ローマはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。
ポグバへ。シュート。クリア。このピンチをなんとか出します。ポグバ。このボールをカットします。ここからカウンター早いでしょ。ここは対応します。ニコロ・バレッラへ。スルーパスを打った。おっと、抜けてくる。さあカウンターを仕掛けます。さあ勝負だと。これは必死のクリアでしょうね。ここは競り勝ちます。ジェイコ、ここかわす。デアオンからデウロフェウ。ここはつながりません。上がる。ローマはここクリアで難を逃れます。セカンドボール拾いたい。レアオンへ。これを読んでいた。イブラハム。さあカウンタースピードを上げたいところ。こぼれてる。デューンフリース、体を張ったプレー。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1-0、ローマ先制して前半を折り返しています。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしているっていう心の余裕っていうものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。イタリアリーグ、インテル対 AS ローマ。ローマが1点先制して前半を折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。ローマとしてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。シュート。あー、わずかに左で攻めていきます。いやー、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。バストーン。さあここからの展開、奪われると危険な位置。ムドンベレ、これをカットします。ベロッティが受ける。ベロッティ、ドリブルで上がる。これは届くか。シュート、止めた。さあこぼれた。大きなクリアでここはしのぎます。ニコロ・バレッラ。さあデウロフェウ、シュート。シュートコースに体を入れてきました。いや、いいディフェンスでしたよね。どう、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。このスルーパスは通りません。これは合いません。さあディバラ、このパスはキーパーへ。ディバラからのスルーパスでしたが追いつけませんでした。さあディバラ、チャンス来た。シュート、レニアン。セカンド危ない。クロスを選択。ロビンゴセンス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。いけるか。上げてくる。どうぞ。シュート、高い位置で奪ってチャンスを作りました。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。さあ、ここに選手交代があるようです。この大事な試合ですからね、選手交代で主導権を持って進めたいんですよね。
ロビンゴセンス、早いですねプレスが。ここは繋がりません。ローマカウンターを仕掛けていきます。このボールはカットされます。ローマがここでファールを取られます。イエローカードが出ました。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ローマとしては自分たちのやりたいサッカーは展開できてますよね。カリドゥ・クリバリからターテのボール、固いディフェンス、ザレムスキ、いや展開早くなってきましたね。このボールは繋がりません。アンドレア・ベロッティからザレブスキ、スピード上がってきますよ。クロスが入る、クリアです。さあここでカウンター、対応します。ベロッティスペースを使う、シュートレンジです。さあコーナーキック、ローマ、ローマとしてはここも高さで当然勝負してくるでしょうね。いやーキーパー素晴らしいですね。これは素晴らしい反応でしたね。奪います。さあカウンターのチャンスになります。右サイドから上がります。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。これはファールではなかったようです。さあ一気にカウンター、インターセプト、自分で行く。さあボールはディバラへ。これいいですよ。ディバラからボールが上がる中央、メニアしっかりと抑えました。ポグバ、ローマは点差はわずかですが、このまま終われば勝ち点3を手にします。ポグバ、いいですよ、ポジション切り替え。アンドレア・ベロッティから右サイド、チャンスになる、スルーパス、クロスを入れる、クリアが浅い。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。手元の時計3分を切っている状況。ローマとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。バレッラからデウロフェウ、インテルとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。デュンフリース、ニコロ・バレッラへ、ここで終了を告げる長い笛、1対0、ローマ。You're just telling me to drive.
各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、ライドをかけた戦いの始まりです。このゲームはローマのホームスタディオオリンピコで行われます。スタンドを埋めたサポーターの歓声が今日もスタジアムを覆っています。この時間は AS ローマ対チョンブリー、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。イタリアリーグ AS ローマ対チョンブリー。さて北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。そうですね、マティッチですかね。まずはフィジカルが強いですよね。リーチの長さを生かしたディフェンスには注目ですよね。守備範囲の広さもあってチームには欠かせない選手ですよね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。ボールはチャンスだ。前開いた、シュート、弾いたところ決まった。先制、ラウタロ・マルキネス、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。落ち着いてセカンドボールを流し込みましたよね。とっさのプレーですけど落ち着いて決めてきましたよね。さあローマ、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。ここはすぐ奪い返します。マルティネスからデウロフェウ、ここは繋がりません。積極的な守備を見せます。上げる、中央へ、守備陣クリアの対応です。さあカウンターを仕掛けます。これは合いません。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。スピードアップしたいですよ。ここはポグバ、スルーパスを出す。ローマとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。ディバラ、これはファウルではありません。さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。組み立てながら攻め上がっていく、スペースを狙う、奪い返します。さあラウタロ・マルティネス、ロレンツォ・ペレグリーニ、裏へ届くか。ラシの切り替えも早いですよ。ラビオ、ラビオからマルティネス、コスティッチ、おいい形ですよ。中を折り返した、クリアです。エルシャーラウィ、さあ一気にカウンター、イブラハムから右サイド、いいボールですね。ここはファールを取られます。縦にボールを入れます。デウロフェウェのボール、いい展開ですね。クロス入れてくる、ジャンルカ・マッチーニ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ローマカウンターを仕掛けます。ワイナルドゥム、スペースへ、イブラハムへ、縦にボールを送ります。チョンブリーカウンターを仕掛けていきます。ここはつながりません。スピナッツオーラ、ペレグリーニ、またファールか、イエローカードです。
ローマとしては現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ニコロ・バレリア、裏を狙う、これはなかなかこじ開けられない。バレッラからマルティネス、これはどうだ、デウロフェウシュート、うわスルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。スペースをもらうことができた時にはチャンスは広がりますよね。これは合いません。ポグバスルーパスを出す、ポグバから長いボール、ここのカウンター早いですよ。守備陣クリアの対応です。さあ左サイドへ、中への折り返し、ボールはクリア、レフリーファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。結果前半1-0、ローマ先制点を与えたまま前半を終えました。よく戦ってましたけど、攻守のバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことですね。イタリアリーグ、AS ローマ対チョンブリでは引き続き試合をお楽しみください。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、ジャンルカマンチーニ、ローマはロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね、そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね、はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど、ベレグリーニから左サイド、さあカウンタースピードを上げたいところ、ポグバ、ニコロ・バレッラ、バレッラから左へ、マティアス・オリベラへ、クリアです。マティッチ、ここは競り勝ちます。ワイナルドゥム、スルーパス、ワイナルドゥムからディバラ、折り返す、ドド、さあカウンターのチャンスになります。このボールをカットします。ここも固い守りでボールを奪います。ポグバ、なかなか繋がらないですよね。スペースを使う、デフライ、ここは読んでいました。ここは繋がりません。スピナッツオーラ、さあここでカウンター、デウロフェウから大きくサイドチェンジ、裏のスペースを狙う、ポスティッチからのスルーパスは通りませんでした。これは奪い返します。さあこのカウンターのチャンス最大限に生かせるか、ちょっと危ないぞこのパスは。ポグバ、ラウタロ・マルティネスが受ける、これは合いません。ドド、チームに推進力を与えるサイドバックです。ザレブスキからペレグリーニ、折り返します。さあコーナーキック、ローマ、
Sostituzione per la Roma. Numero 9. Roma としては高さありますからね。狙ってくるでしょうね。Numero 25. セカンドボール拾いたい。シュート。シュチェスリー。いやー、北澤さん、これはいいセーブでしたね。いやー、見せてくれましたよね。この重要な試合で大きなセーブになりましたよね。ローマとしてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。そうですね。ノックアウト。ザレブスキ、ここで前を向けるか。ドド、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ローマとしてはこのまま終わりたくないとこですよね。ホームですし。ニコロ・バレリラ、さあ左へ預けて、ラビオからデウロフェウ、クロスを上げる。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。マティッチ、マティッチから左へ奪います。ローマとしてはまだ時間ありますからね。形は作れているので、なんとか1点差し上げたいですよね。丁寧に足元を使う。さあ左サイドへ、デローンからコスティッチ、クロスを選択、コーナーキック。クリア。このピンチをなんとか出します。スペースへ、ザレフスキからアンドレア・ベロッティ、アンドレア・ベロッティからザレフスキ、対応します。ローマとしては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。ラビオ、ここは奪います。ここは繋がりません。マティッチ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ローマとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。デウロフェル、ラウタロ・マルティネス、コスティッチ、マティアス・オリベラ、ここで笛です。1対0、ローマ勝ち点をものにできません。敗れました。Don't be afraid to make money.
Get down, get down. If you're a flower, you can come around. One in a million, I'm trying to figure out. This for your city, if you're with me, play loud. You know the MO, on the top with the bow and the arrow. Pull up to the club, saying hello. You know the name is, which is Temo. 21's MVP. Nobody like me. Blessings, blessings, blessings. All come from life lessons. Wanna know what's next? Keep guessing. Got time, no time for questions. Throw chakra on, show off. Stepping out slow-mo, you can see the glow up like.